ジャンボ、ジャンボ、トマチコチャンネルのかっちゃんです。今日はたくさん質問をいただいていた前髪の減らし方を紹介したいと思います。TikTok とか YouTube の、ね、コメント欄でどうやって前髪減らしたのっていう質問をねたくさんたくさんもらったから今日はそれにね答えたいと思います。今はねこの薄さやねんけど小学生の頃も重たい重たいもねずっしりしてた。小学生の頃はねもう別に前髪重くてもいいかと思って、中学生になる前ぐらいにちょっと前髪重たいなーみたいななったから、この前髪にしました。その時のあの前髪重たい時の名残あるから見る見る見たい見るもん、見る、まだ残ってんの。そう、まだ残ってんの、まあ、そうやな、伸びきってないもんね。そうやね、まだ、まだね、そうこんな感じすっごい重たかったんやね意外とあるやろ、ね、めっちゃあるやん。そうやねだってな、おでこなんか透けたことなかったもん。そうやね、ほんまにね、もうね、やばかったよ。でそれをどうやって減らしたの。それをここから頂点からピューってやって、自分が好きな前髪の薄さになるぐらいにこう分けるんよ。このようにしてね、ここの余ったのは、こっちゃんはもう朝昼晩と寝る前もずっとこうやってしてピンで止めてた。止めてたな。止めてた。そのまま寝るのってよう聞いたわ。そう、そうやねん。で止めんのめんどくさかったした時はこうやって一緒にまとめて、ここの髪の毛と一緒にまとめてここでくくって寝てた。寝てた。寝てた。ほんまに最初の頃はもうマジでどっちみたいな、これこれ前髪これ横みたいな、そう、境目がないもんな。そうやねん、そうやねん、なっててんけど、そうだん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 こうやって止めてたらいつの間にか伸びてんのよ。そうやな、そりゃそうやわな。だって前髪って結構伸びるの早いもんな。そう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 、気づいたら目入ってんもんな。そう、こんぐらいね伸びてきたらヘアアレンジする時もポニーテールする時やったらこうやって上にねこうやって持ち上げてここでペッペッてピンで止めたり、二つぐくりは今さっきみたいにここでペッペッて止めたり、あとお団子する時とかは同じくこうやってして止めてたり、とにかくピンでずっと止めることや、ね、そうやな。そう、とにかく半年も経ったらこれぐらいになるから、うん、根気強く短い毛と長い毛を作ってしまうってことやな。そうそうそう、半分ぐらいになったもんね。そうやな、うん。でもすごいコメントとかでこっちゃんの前髪の量ちょうどいいって。そう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 、多いよね。シースルーもでもやろうと思ったらできるやん。そうやね、そうやね、頑張ったらこうやってなんね。そう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 、できるし、普通の時もちょうどいい、おでこつけるぐらいの、そうやね、ね、感じやし。そう、ほんまにちょうどいい量なんよ、これがね。めっちゃ大人っぽくなったっていうのと、垢抜けたっていうのがめちゃめちゃ、そう、増えたね。増えたね、うん、中学生になってね。そう、大人っぽくなったねって言われるけど、まだまだ13歳やけどねと思う。喋ったら13歳バレるかな。バカなんかちょっとバレる。ベースボールかかれへんしな。そうやね、ベースバーって。まあでも垢抜けたって言われるのは嬉しいよね。嬉しいね。でもやっぱ前髪の量が分厚いと子供っぽく見えるのかな。そうやね、うん、ね、そうかもしれない。ちょっとやっぱ薄くした方が今どきになるのかもしれないね、うん、そうやね。ね、ハマチコチャンネル。黒のピンで学校に行ってんねんけど、休みの日とかはゴールドピンとか飾りのピンをつけてます。学校は前髪を巻いちゃいけないから、休みの日はストレートアイロンを使ってこうくるんってしてます。ほんじゃ今から休みの日やっている前髪を作ります。ここ取ったらさ、ハゲになるからさ。そう、クソ、こうやってな、ちょっとな、こんな感じ、ハゲ隠しな。そう、ここは別にいいよ、わかんないね。そう、こっちゃんは一発勝負、一発勝負、一発勝負でやってる。まずは巻くところの前髪を取ります。挟んでひくって下ろしてくるんって、毛先だけね、毛先だけね、くるんってで、シャ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 って、もう一回だけやねんな。そうやね、もう一回勝負。失敗したらどうすんの。失敗したらなんかちょっとボコボコってなってる。失敗した、失敗した
失敗はね、前髪を浮かしすぎたら起こる失敗やわ。もう一回やろう。うん。一回よく慣れんかったやんか。慣れんかった。こう、こうか。そう、浮かしすぎるとなる。こうか。いい感じ。いい感じやな。うまくいった日なんか写メ撮って送ってくるもんな。そうやな。これうまない言うて。そう。どうの髪型、髪ってないってくる。そう。いや、この子ダジャレ言うてんのかな、何言うてんのかな思って。ダジャレのつもりで送ったことないわ。ハマチコチャンネル。こんな感じでこっちゃんの前髪は減らしました。前髪がね多くて悩んでるっていう子いたら、よかったら参考にしてみてください。質問とかあったらコメント欄でお待ちしてます。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もあります。よかったらそちらもチェックしてください。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押して